初めてみんながああいうこと言ってくれて嬉しい反面、うん、なんか、まあ、そう思っとったんだなと思う。これが残るって話も、それ一人乗せておかないと。その中で俺は職長を下ろした。一人でやりたいって言ったんですよ。みんなのことをもうあんま考えたくないと思ってる時だったんですよ。だったら一人で独立してると多いかなって思ってたんですよ。中途半端に結局やめるって言って、中途半端になるかなって思ってた。そしたら独立した方がいい。お前の気持ちってどうなの？止めたりしんかったの？旦那がその仕事とか。こんだけ頑張って、まあ、苦労になっとるかもしれんすけど。うん。ほんと苦労になったらこんだけなのかなって思う。うん。はい、お疲れ様です。どうです？どうです？まあ、ちょっと、もうカメラを意識して、俺がめちゃくちゃカメラ意識したんだけど、聞いとるやろ。どこまで内容分かっとる？ちょっとかまっちゃう。分かっとる。ちょっと最後に話してあげる。こいつが残るっていう話もある。それちょっと、それとか聞いた。現場で話した。いや、一つはさ、まあ、一回やめるって話。で、俺の認識ね。まあ、お前の口から言った方がいいけど、わかんない。俺のまず認識。だから、後で自分の口から言ってもいいと思うんだけど、で、カメラ撮れるかな。カメラすげえ気になるでしょ。まあ、大きい流れ言うか、まあ、どこまで知っとるか、まあ、個人個人でそこそこ話したら聞いとると思うんだけど、まあ、一回こっちやめるって話来たじゃん。こういうところにな。ただ、まあ、ね、1年ないし、2年、ちゃんときつく引き継ぎしてからやめますと。話はもらったの、俺は。で、俺、まあ、カンタとリュウジが、ね、責任者やりたいっていう話はもらって、まあ、頼むって。カンタとショーとは俺、しっかり話して、一番な。まあ、一番こいつらのところ、まあ、こうやめる設定だったから。まあ、成長してもらわんと今すぐ責任者の人もないし、まあ、何ってないからまあじゃあ俺とかショーに手伝ってもらって、まあ、お前にもちらっと聞いたじゃん、ショー入れてもいい感じで、まあ、こいつはめちゃくちゃ反対したんだけどまあパンタとリュウジは納得っていうか、まあ、どっちかというと肯定的に取ってくれたのかな。どう？そう、まあ、そうだよな。会社しっかり立て直していい方向に行きましょうという話で、まあ、止まっとったんだけど、まあ、いろいろ多分その堀川翔も、まあ、悩んだと思う。こいつらこいつらちょっと言葉が足りんもんね、本当にいかんな。今日パッと言ってもいいなこれコメント欄あれよ、これも視聴者のさ、あれだよ、もらったやつだよね今日もらったんだけど、そうそう。で、まあ翔は、まあ俺はすごいこいつと喋ったからいろいろ、でそういう中でやっぱり自分がまだ全然足りてないという未熟さも感じたので、もう一回やっぱ少年入れてやりたいと、うん、っていう話はもらったのかな。じゃあ堀川翔が、まあ、戻ってくるんなら井村翔もういらないじゃん、お前の関係翔が特にそうだと思うけど、俺はまあ今回こうやって翔が辞めるっていうことで初めてもう足はもう本当ほぼ毎日じゃないけど2日ぐらい誰かと会って喋って、まあ言葉はいいけど全然なーっていうか、たぐみすぎとんなーって足場派が思うから、バラバラみんながね、みんながそれぞれ違うこと言ってるし、井村翔ってその、まあ、よくもあるけど俺にもう15年20年ね一緒におるから、その単純に仕事だけじゃないわけじゃん、こういうのって作業してればいいわけじゃないわけじゃん、先生とどうやってやっていくんだとか、まあこないだもあったな、ちょっと忘れとかミスとかああいうものって減らしが組織として、まあ堀川翔は、まあ、まずその中で俺は職長を下ろした今回な、まあ、それはもうこいつの話もした、でカンタと3人で1回話したけど、まあここまではどこまで行ったかわからんけど、まあ1年間はもうとりあえず俺誰もなしでいこうかなと、うん、だけどまあ堀川翔も一生懸命やっていきたい、だからって僕は変わらず一生懸命やるだけだと。何か一時の怒りとか腹立つのがあるかどうか俺知らんけど、だけど堀川翔って、ね、やめて得する人間って、うん、私得しますって人、私損しますって人、
婚してない。そうそれかは分かんないですけど、うん、だけど、まあ、俺からしたらさ、足村さんでも何でもそうじゃん、組織営業でもそうじゃん、まあ、俺が明日からやっとりやるしも、やっぱ優秀な人材を持った方がいいわけじゃん、絶対的にね。だけどなんか誰が店長をやるんだっていうので揉めてさ、優秀なやつが3人やっとりやり始めましたその他と6人でやって優秀な3人がうちは揉めしました、うん、で、まあどうしても俺が店長やりたいってしゃしゃったやつが1人おって2人がやっていました。俺は外から見とってそんなもったいないのないなと思った。で、優秀な3人がきちんと仲良く誰が責任者やるんだってお互いに納得する形で、それは俺誰が責任者だって優秀な3人がチームワークがあったらいい。俺は堀川翔がこうやって今回やめるやめ、まあ、ね、得か損かって俺は分かんないけど、まあ、俺は残ってほしいって、まあ、俺は素直に他人に出した。もう、まあ、楽。まあ、まだ2人はまあ賛成とか必要な気もするから、まあ、からしたらなんで、残ってくれるってことはプラスではない。まあ、これどうですか、プラスもマイナスも。やめたらマイナスじゃない。この後の会社の動きに影響しちゃうんです。ああ、例えば、ああ、それ素直な気持ちだな。それがいいか悪いか、こうなってみるか分からんすけど、外から見た感じはですね、いい悪いじゃないです。ああ、お前はまだ入ったばっかりだな、うん、ちょっと関係性は多分本人に行きある声のメンバーとは違う。まあ、ちょっとまだ分かんないです、まあ、正直、うん、ありがとう。いいでしょ。だから今までやるとずっとこんな感じなの。別に、うん、上の人間どんどんやってるじゃないですか。別にそれで損したこともないし、うん、プラスになったこともないし、うん、で結局やめたら誰かがカバーするみたいな、うん、だからそれで、まあ、下に落ちていくことってなかったなって思うんですけど、やっぱり、うん、ああそういうことか。別にショーをやめたからみんなやってるわけでもないし、うん、なるほど、ありがとう。まあ、実際お前はどう？そう、どうか。なんでそういう決断をしたの？一回自分で貸し合ってみたかったのか。まあ、そうっすね。やっぱり一人でやってみたいなっていう気持ちが強すぎて。うん、強すぎて、強すぎて、強すぎてです。辛いよ。辛いよ、この時。ほんで？まあでもさ、なんか。うん、みんなが社長と喋って、うん、それはまあ陰口とかですね、やっぱそのボロが出るんですよ、やっぱり。うん、だけど戻ってくるって言ったら、そこまで話してなかったけど、話してた。結構話して、ああ、結構みんな言ってたけど、なんか一枚岩じゃねえやん、お前ら。なんかみんな聞いてたら、みんなもう、ああ、危ないな、みたいな。俺だったらこの会社だったらすぐやる。自分の人生なんか開けてねえよ。こんなとこにおったら、全然、絶対こいつらでかくなるなって思うし。うん、こんだけ頭やっとってそうなんですか、うん、チームをまとめられてないのに、なんか辞めるっておかしいな、うん、どういう独立しても、まあ、うん、まあ、そういうこと言ってたな、まあ、従業員は扱うわけじゃないですか、独立しても、うんうん、自分に会社やったらな、そこでも多分同じ思いするかもしれんと思ったので、うん、で、千葉はやっぱ、うん、ストレスが自分で抱えすぎたなって思います。ストレス。なんか一人上がりだと思って、まあ、夜も来なかったし。うんうん。正直独立したいっていう理由も、うん、一人でやりたいっていうか、そのみんなのことをもうあんま考えたくないと思っちゃった時があったんですよ。あ、辞めるって言った後？辞めるって言った前ですか？うんうん、やめるっていう前に、ああもう、うん、どういうこと、ごめん、ちょカメラが意識しちゃって、じゃあ終わった、うん、ちょっと変わる、こっちの相談もできんかったし、みんなやそうっす、うん、で正直その、ステルスが全部来る、僕に来るわけじゃないですか、うん、まあ多分ね、言い訳なんですけど、それ、やめるって話だ、そのやめるっていうなった時の、だったら一人で独立してやった方がいいかなと思ってたんですよ。うん、でも決してその、なんていうんですか、チームがバラバラになっとるとも思わんかったんですよ。うん、まあ、あんまり正直な話、
みんなのことも考えてもなかったし、うん、ただ売り上げが上がればいいかなっていう感じだったもんだよ、うん、でもこうやってごたごたになって、うん、なんかめっちゃ考えさせられて、でその自分に足りなかったものとかも分かったし、うん、それで独立するのはちょっと自分の中で違うなと思って、うん、みんなの力を借りてもう一回やりたいなと思います、うん、でみんなはどうなんでしょう。あ、そう、今度いやもうここでもうやらなって言ってほしい。俺もうカードしか喋ってないから納得ないとかないですよ。うん、頑張るしかないんじゃないっていうことしかないです。ああ、戻ってくることに対して、うん、なんか別に嫌だなっていう、まあ、なんで自主ごと戻ってくるのって言われてないし、うん、ただでもその中途半端に結局辞めるって言って、うん、また中途半端になるとな戻ってくるみたいな、うん、また、まあ、今までと変わる感じだったのかなみんなにもないっていう、うん、今までっていうのはそのまたやめるって言うと、じゃあまた同じことずっと同じようなことずっと繰り返してたらいないだねっていう、うん、だったら独立した方がいいんじゃないかっていう、うん、変えれる変えるっていうかもうなんかそう良くするって思ってその会社に戻る感じで来ないと、うん、結局は、まあ、今も変わらない、まあ、みんな変わらずそのままなるんだろうなっていうこと。ペットやったらやったら、まあ、独立するときにやっぱ人がついてこうやみたいな言い方をしてやったんで、まあ、まとめられるようにみたいなことを言ってやったに関しては、じゃ戻ってきやって、じゃ全員がまとまったとしたらまた出てって独立しやるのかなっていう。そこはどうなるかなっていう。それどういうこと？あ、ないです。説明が足りてないよ。なんで、なんだろう。自分でやけ。今はもうないですよ。まあでも、いつかは独立しちゃうんですよ。いつかはですけど、やっぱその、あれも、あれですけど、金じゃないですか、正直。だから売上を倍にして、やっぱりその、あれがあるんだったら、全然。会社を成長させて、そうです。カント、そうだよね。僕は頑張ろう。うん。今のままじゃ自分も嫌だ。うん。今のままじゃ嫌だった。もう売上げとか。売上げ。会社の規模とか、もっと大きくしたりとか。まあ、ずっと。いや、見てる時楽しいな。大きくなっていってな、味方余りいうわけじゃないですよ、現状。それが嫌だったんで、うん、それを変えたいって思ってた時だったんで、うん、それに対して翔が、うん、一緒に、うん、やっていく気持ちがあるんだったら、うん、うん、はい、ありがとう。太陽、僕からすると勝負は残っててほしいとは思ってたので、うん、事前に話も聞いていて、その独立、うん、まあ、勝負の利益なんて応援したいっていうのがあって、うん、なんとも言えない。まあ、独立したいって言ったよな。そのあれに便乗していきたいな、勝負なんですけど、僕も独立したいんですよ。なので社長から聞いたんですけど、それ戻ってくる夢っていう話を、うん、で、2人で長く喋ったらな、残るだったらできることやろうって思うし、翔くんがそうやって抱え込みすぎるっていうカミングはさっきしてた、うん、だったらもっと、まあ、頼りはないかもしれないけど、言ってほしい、頼ってほしいと思う、うん、あるのかな。うん、はい、じゃあちょっと分かりました。とりあえず、まあ、一つはさ、まあ、俺、まあ、いろいろ、まあ、みんなそれぞれ意見もあるし、まだいろんなことを思ってることもあると思うけど、まあ、結局さ、俺、まあ、これみんなにも、まあ、一人一人喋った時に言ったと思うんだけど、
仲いいのはいいことだけど、さ、遊びだけではないじゃん、会社って。今みんな家庭があってさ、子供がおってさ、まあ、生活のために仕事しようわけじゃん。まあじゃあ、賞が残ったからって、正直、じゃあ売上げ行くの、もう売上げだけ行くかもしれない。だけど、いい会社できるのって、俺はまあ正直思わない。基本的なことってあるじゃん。次第形ができとるとか、省流とか、ガッという仕事できとるとか、いろんなできてないこといっぱいあると思う。見てて。それはまずはそこならば、売り上げ上げるって、その後でしょ。持ちこたえない。事故が起こったりとかさ、お金で見つったりさ。まあ絶対問題起こる。俺もそんな何回も経験したから。まあ、こんなんじゃ本当に誰かそのうち死亡事故起こすわっていうぐらい、いるなぁと思う。本当に。なんかもう友達のなんか、田舎のヤンキーの集まりやんって本当に思う。金髪にして、よく炭酸症やつもおるし。もうでも、まあ、金髪なり、もうありだったらありでいいけど、もう出すなって言うと。他何が今、問題ある楽しいよ。あ、これ、どうですかね。ちょっと、時々、楽しながら。いや、週に2回、あ、週に1回か。ありがとうございます。ちょっとね、お前にちょっと聞きたいことがある。はい。堀川翔が、やめるやめるって話、お前知ってんの？聞いてんの？あ、まあ、私、本人から聞きました。本人から聞いてんの？で、まあ、残るってなったじゃん。はい。で、まあ、この間、ドバでさ、全員で撮ったんだわ。みんなで話し合おうみたいな感じで、まあ、話したんだけど。はい。うん、まあ、お前の気持ちってどうなのかなって。止めたりしんかったの？え、もう。旦那が、その仕事とか、心配じゃなかったの？子供こんな時期に。まあ、あの人の人生なんで。うん。やりたいようにやってくださいってだけ。お前、いい感じ言おうとするんじゃねえぞ、お前。いや、本当に別に、独立に反対も、うん。いいね、いいねも、別にどっちもない。やりたいならやればいいし、うん。別に、今のところにいたいならいればいいみたいな。うん、今のところでうちだろいつも言い方だけど、まあいつ独立したら地元帰るだろ多分。まあって言うから、まあそしたらそれは別についていくだけみたいな。うん、まあほんでまた残るってなったじゃん。お前それ何どういう気持ちなのかなと思って。別に何の気持ちもない。あ、何の気持ちもないの。そうか不安とかもないんだ。すごいねお前。もうだって何よりしかならんとしか思ってないもん。何とでもなるわぐらいね。お金が、とかさ、お金は別にミオもまだ元気だから働けるし。うん。まあ、で、好感度上げるより考えてないよ、お前。初めてお前が考えてる顔。俺、お前ともう、2、3年の付き合いだけど、初めてお前考える顔みたいだけどな。じゃ人生だから、やっぱ考えるは考えるだけど、まあ、なるようにしかならんと思ったら、もう、ね、ああ、そう。ああ、そう。別にこう、金も別に。うん。どうしようとかもない。うんそうですか。じゃあ、ちょっと、最後に、翔に、一言じゃあ。今日ね、誕生日なんです。嘘使っていいのこれ。しかも俺、この間も聞いとったよな、俺。それはもう、素材で使いたいから、言えって言われたから言って。ああ、そういうことね。じゃあ、最後、堀川翔で締めるわ。そうですね。うん、じゃあ、誕生日の 23? 23歳。23歳になった、はい。で、旦那が、子供温度に、どこまでもついてきますと。いや、見ようがない、翔が独立しようが、大丈夫ですと。奥様から翔くんに一言めちゃくちゃ今いい音楽流れてるよ結婚式の時に流れそうな音楽流れてるこんな小さなおちびがいるのに堀川は独立してやると言った何も当てもないのに堀川は独立すると言った若干22歳本日23の妻はどこまでもついていくと言ったそれはそれは素晴らしいことだこっちまで来た言い方がさそっちっぽくちょっと抱っこしてやれよ危ないわはい最後にじゃあ職人メッセージ一言メッセージないけどまあ頑張ってってぐらいなにお前ちょっと女っぽい頑張ってって言うぐらいいい女の感じの声出すので言ってほしい、ね、23歳でいい女の人からだってはい、まあ、これはみんなと話したけどどうどうやれるのか
やりますぶっちゃけその、まあ、みんなの前で言えたことと言えんことがあるけどどうだ。あ、社長がすか。いや、お前は全部言い切れたのか。まあ、言い切れてますね。まあ、まあ、いろいろ、まあ、職長の選択だね、お前にとっては。はい。まあ、辞めるって言って、やっぱりやるって言ったら、なんでそんな仕打ちっていう気持ちもあると思うんだけど。はい。降ろされたっていうのは、まあ、正直嬉しかったですけど。うん。ファイナルミーティングした感じはどうだった自分の中で、感触は。まあ、初めてだろ、あんだけ話し合ったの。まあ、まあそのみんなが本音を出してるかもわかんないですけど、うん、初めてああいう話になったもんで、うん、で初めてみんながああいうこと言ってくれて、うん、まあ嬉しい反面、うん、なんかあそう思っとったんだなと思う、うんうんうん、まあまあそうだよな、はい、それしか言えんしな、まあ面会してやろうって感じはあるんで。見返してやろうって。はい。そう、割と前この間の掃除汚かったら、あれ動画してないな、あれ。マジでどうしていきたいかも、ちょっとなんか、お前らと喋ったって、なんか、口数もほんと少ないから。はい。で、あの動画もこれ2回ぐらい見直したんだけど、まあ、わざと、わ、ね、ちょっと、なんか、まあ、あんま使ってもいいかなと思ったけど、まあ、最後、やっぱお前で締めくくりたいなと思ったら、まあ、あれお前が主役っていうかな。まあ、でも正直、自分の会社にはしたいですよ。うん。あ、じゃあ自分が社長になりたいと。はい。でもその行動ってお前変わってない。どうなりたいかなんか俺伝わんないんだよね。はい、口ではいいこと言うじゃん、お前。もっといい足場にしたい。売り上げ上げたいです。とかさ。俺全然伝わん、お前が社長やりたいって。いや、みんなの力か借り取るって言ってる。本当に借り取る、お前って。で、お前人のためにやっとるように見えんし。なんかあいつらとなんか全然会話ないじゃん、見とって。怖いな、俺。俺すっげえ感じたって。はい。なんかこいつ一人終わりだな。ゆくゆくの会社が任されたいってことでしょ。はい。肝心は全然びっくりしたっすよ。真剣に言ってもだってお前肝心全然肝心口だけだったらやめとけよ、お前。そんな甘ねえぞ。で、切り事だけ言って俺の前だけど、お前やりたいです、掃除させます、なんです。それパッと出てこないです、やっぱり。いや、考えて考えて答えて待ったら、そうなんていうんですか、うん、ただその、うん、口だけになるつく努力したいとしか今やっぱり今は、うん、まあ、そうだよな、はい、でもまあ成功したいでしょ。はい、成功したいだろ。はい、まあ、それだったらやっぱまず行動変えんとな。はい。売り上げ倍っていう目標を掲げとるわけじゃないもん。はい。で、本当にやりたい。俺に言われとるからやりたいのか。自分で本当にやりたいと思ってる。それはないです。自分でやりたいと思ったから。うん。で、誰かの言いなりは僕嫌いなんで。うん。しておきたいです。あ、達成をしてる。最後ボソボソって言うね、お前。いいところ、はい、俺が上手に作ったってこと心配すんな。ぶつかってこい。ぶつかってこい。やる気のあるように見えんな、俺は。はい、やっぱそう、しょうがないっすよ。なんで？あ、違うっす。見られてしょうがないっす。あ、見られてしょうがない。どういうこと、しょうがないってこと。何でそう。そういう風に見られてしょうがないってことです。なんで、何を感じるの、それ。まだやれてねえなと。いや、そんなことないです、言ってますよ。それ聞きたいわ。まあ、まあ、お前やつらみんなの前がいっぱいだったと。だけどもう全然やろ、マジで聞いて、あれいっぱいだお前って。だったらもうやめろと思う。はい、大変だよ、それは。だけど、もっときついぞ。会社前にしようと、2年3年やると。何がいっぱいだったの？何が辛かったの？辛いっていうか、うん、限度があるわけじゃないですか、やっぱり、すごい。うん、仕事でも。うん、まあ、なんか、うん、限度？限度っていうか、その、物量でもそうだし。
仕事の量、お前の量でも、まあ、僕の量でもそのみんながやってくれてる物件の量さ、うんうんうん、それやって売り上げ上がらんかった時はすげえ考えちゃうし、うんうん、売上のことに悩んどったとこなんで悩んだのかな、あ、人間関係とかじゃなくて、え、人間関係は本当に気にしなかったです。それとお前の喋ったんですけど、はい、あ、人間関係とかじゃなくて、ね、売り上げがなかなか上がる、でも数字はいい結果出とったんじゃない、まあ、いや、なんかもっといけただろうみたいなことを考えちゃうんですよ、なんか、うん、なんでやっぱ常用が多いとか、うん、なんかもっと取れたんじゃないかなと考えるですね、うん、こんだけ頑張って、まあ苦労になっとるかもしれんすけど、うん、ちょっと苦労だったらこんだけなのかなって思う、うん、そんなもんだろ、仕事ってそんなアホみたいなもんかな、アホみたいなもんかったらもう特にやめとるって、はい、みんなコツ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 やって、だけど会社ってでも一回成長したらなかなか船と同じじゃん、でかくなってったら簡単にちっちゃくならんじゃん、はい、あ、それは悪いな、信用っていうものって、その明日作れるじゃん。はい。YouTube もそうじゃない。だって、どんなつまらんと分けても言い方悪いけど再生数って言うじゃん。だけど最初は100再生とか200再生しかいかんじゃん。はい。うん。まあ、そんな恵まれてなかったらお前のことはあげんけどな。何回ありますって言ってあげてやってもいい。いや、そうやんな。経験力だろな、多分な、お前らって。はい。清掃でもそうじゃん。わって嫌や、やっぱ、まあ、まあそこそこ綺麗だな。動画にしてないであんまり悪口言ったったらあかんけど。やっぱ、おーちゃんとやったなーって。いや、まだまだある。月はいっぱいあるけどな。だけど、その、継続がでもいいんでしょうか。そうですね。そうそう、これやめろって、いやらしいやつなんだ。これ、埋め込まれてるな。この存在いたくなってんな。これ、埋め込まれてる。違う。わかんないです。これ、ストップ。いっちゃないじゃない。あ、そうです。そうだろ。知ってる。最後も締めてください。はい、ちょっといろいろ問題を受けますが、はい、まあ、とりあえず残ってくれるなら、はい、お願いします、まあ、それが一番今は嬉しいし、まあ、それが一番、まあ、まずは一番大事なことだし、ゴール以上を徹底的にされてほしいな、はい、俺たちくん、はい、まあ、ちょっと編集でどういうふうになるか分かりませんけど、少々皆さん、まあちょっと会議から1年、ちょっとまあ、思わせぶりでね、まあ、生涯やれるとかやれるとか、この動画でもちょっと言ってますけど、まあ、今後、また成長が見れると思います。チャンネル登録いいね。まあ、ちょうど本当にでも俺さ、今日ちょっとアデランスが気に入らなくて、ちょっと見とったんだけど、過去の動画。みんな1年前にね、全然違うもん。顔つきが。すごい成長だよなと思って、うちって。1年でやっぱ顔つき、お前な、1、2年前もガキつけ顔しろ、お前。見た、うん、見たことある、2年前の。寺ガキつけ顔しろ。こんなに変わってんだって。なんで、全然違うかなと思う。逆に成長しないの俺じゃねえかなと思って。カツラがいろいろ成長してて。お前笑っちゃったんだ。お前、笑っちゃいけないぞって。いや、お前めちゃくちゃ鼻で息つとったやないか。はい、以上になります。また成長楽しみに見ておいてください。お願いします。せーの、また見てねー。また見てねー。